2012年エプソムダービーで、キャメロットの様子を見る、スタート前のオブライエン調教師、A、ダン・オブライエンは、アイルランドティッペラリー県のバリードイル調教場を、本拠地とする調教師。イギリスニューマーケットを拠点とするジョンゴスデニア・ゴドルフィンの専属調教師である、チャーリー・アップルビーと並び、現代の世界競馬を代表する調教師の一人である。長男のジョセフ・オブライエン。 次男のドナカ・オブライエンは共に元騎手で現在は調教師。バリー・ドイルの設立者である大調教師、ビンセント・オブライエンとは同性だが、血縁関係はない。1969年にアイルランド・ウェックスフォード県で農場の息子として誕生する。カラケイバ場近くの旧社で働いた後、アイルランドの明白楽事務、ボルジャー調教師の下で調教助手として働き始める。 その後、将来の妻となるアンマリー・クローリー調教師の調教女子となり、1991年に結婚する。1993年に調教師免許を取得し、妻の旧社を引き継ぐ形で調教師生活をスタートさせた。当初は障害調教師として、名を挙げ、 1993から1994年シーズンから1997から1998年シーズンまで5年連続でアイルランド障害リーディングトレーナーに輝く。また障害のアマチュア騎士としても活躍し、1993から1994年シーズンにはアイルランドのアマチュア騎士チャンピオンとなった。その腕をクールモアグループの総帥、ジョン・マグナーに認められ、 引退したヴィンセント・オブ・ライエンの後任に抜擢されて、バリードイルに旧社を開業。クールモアの専属長を教師として、平地競争でも活躍し始める。借り入れを、ジャイアンツ・コーズウェイ、ロック・オブ・ジブラル・タルなど幾多の名馬を育て上げ、1997年から2006年まで10年連続で、アイルランド平地リーディングトレーナーを獲得。さらに2001年、2002年には、 イギリスヘイチリーディングトレーナーにも輝いている。バリードイルでは日本人スタッフも数名働いているが管理場を日本に遠征させることはほとんどない。実際に出走したのは2004年ジャパンカップのパワーズコート、2010年ジャパンカップの女子アツリー、2017年ジャパンカップのアイダホ、2018年のカップルの4頭である。2007年のジャパンカップに出走予定だった。 同年のヨーロッパ年度代表馬、ディラン・トーマスは、検疫段階で入国が認められず出走できなかった。2016年の外宣門賞には3頭を出走させ、その3頭が上位を独占という史上初の快挙を成し遂げた。しかもその3頭全てが自身が管理したガリレオ3区であった。2017年には G1 レース計28章を挙げ、 コロバート・フランケル元調教師が持つ h G1 年間世界最多小記録を塗り替える快挙を成し遂げた。平松里氏、世界の騎手列伝ボリューム135、ドナカ・オブライエン。ウマジーン、2018年7月31日閲覧、ムーア騎手、オブライエン9社の主戦騎手へ、アイルランド、ジャパンスタンドブックインターナショナル2015年11月5日、閲覧。 ありがとうございます。